こんにちは、即家事の久保です。私はかつて億万長者合宿に参加しました。億万長者合宿に参加したら稼げますか私の経験から言うと稼げるんですよ。でも、稼げなかった人の経験から言うと稼げないでしょうね。だから、稼げてる人に稼げてますかって聞いたら、稼げてますって答えしかないんですよ、リアルに。でも、稼げてない人に稼げてますかって聞いたら、 稼げてませんとしか答えられないですよね。つまり、億万長者合宿に参加したら本当に稼げるのかどうかってことは、主催者に聞くんじゃなくて、自分自身に聞くべきなんですよ。稼ぎきるつもりですかやりきりますか少しも残さずに、取り組みますか行動しますかそれとも、なんだまだ儲からないじゃないか。いつ儲かんだよって言い続けて、儲からない瞬間に意識を傾け続けるんですかね。 うん、どうなんでしょうね。まあ、私は稼げない時でもやってますし、稼げたらもっとやるし、っていうかそれしかないじゃないですか。稼げるかどうかわかんないけどやってみる。やってみるからわかってくる。わかってくるから稼げるようになるんじゃないかなと思うんですよ。で、逆に億万長者合宿にあの時参加しなかった方で、ね、億万長者になった方いるんですかと。 そして、億万長者合宿に参加するのに、低価格とか無料、こういうのを期待してる人っていますかね億万長者になろうとして、億という金額を稼いでる人に、何か講義を受けるのに、3000円とか5000円とか、2万とか3万みたいなのを期待してるとしたら、随分と価値と価格に、ギャップがあるんじゃないかなと思いますね。つまり、あの、目利きのセンスはないですね。だから、億万長者になりますよっていう、なんか合宿があって、 参加費が2万3万ですって言うんだったら、それは言っちゃダメですよ。うん、そんなわけがないじゃないですか。やっぱりね、何十万とか何百万っていう金額が妥当だと思いますよ。億万長者合宿は最終的には300万という案内だったですけどもね。どうですかね、300万の億万長者合宿、一泊二日、湯河原。そこに参加して、それでもね、300万払っても稼ぐための行動しないんだったら、もうそれ終わりですよ。<laughs> 人を指さして、内容が悪いという前に、 まず指さしたその指をね、ぐるっと向ける必要があるでしょうね。人をダマくらかしてるんだったら別ですよ。でも、騙す人があれ終わってから2年3年やってますかね、こうやって。どうでしょうかいってらっしゃい。